ここは瀬戸内海の交通の要衝美山瀬戸。南北美山瀬戸大橋は坂出市与島と万の巣の間の海峡部に架かる。北美山瀬戸大橋は橋長1611メートル、中央景観990メートル。南美山瀬戸大橋は橋長1723メートル、中央景観1100メートル。いずれも世界有数の長大吊り橋で、しかも道路鉄道併用橋である。下部工7基、このうち 1A を除く 2P から 7A の6基の海中基礎は水深10メートルから50メートルまでの掘削をしなければならない。海中基礎工事は高設置軽損工法が採用された。支持岩盤を得るため水中葉っぱに引き続き海底掘削を行う。海底掘削についてはまず水中葉っぱで破砕した岩盤を大型グラブ船で掘削し、その後ケーソンを支持岩盤に水平に設置するため大口径掘削機で底面をプラスマイナス10センチ以内に平滑に仕上げる。掘削地点の葉っぱを終えてグラブ掘削が開始された。日本では未だかつて経験したことのない水深50メートルでの掘削底面仕上げ工事である。海底掘削の基本的な土工定規は基礎岩盤上に建設される構造物から乗り尻まで5メートル、岩盤部分の乗り勾配5部、基礎底面から小段までの高さ5メートル、小段の幅5メートル、土砂部分の勾配1割5分である。掘削に使用したグラブバケットは、土砂用には重さと容量の比が3から4のヘビータイプ。その最大のものは重さ90トン、容量24立方メートルである。また岩盤用には重量比9から10のウルトラヘビータイプ。その最大のものは重さ135トン、容量14立方メートルである。掘削される土量は堆積土砂およそ64万立方メートル、海底岩盤およそ23万立方メートル、ダンプトラック15万台分に相当する大量の土砂である。海底の掘削は表層から順に地盤をスライスするようにして掘削していく。そして掘削を何層にも分けて行い、基礎底面に達する。これは大きな段差をつけると、バケットが内側に倒れ込み、掘削できなくなるため、設計断面通りに安定した糊面を形成するためにも必要な方法であった。複雑に流れる潮流の中でグラブ船を所定の位置に定める位置決めは円座標により6分儀で常時測定することで決められた。また陸上からもトランシットによって位置確認される。こうした海中掘削も 2P だけは民家に近く、大規模な水中葉っぱがかけられないため、
ロックブレーカーによって岩盤を破砕した後、グラブ掘削が行われた。環境対策としての水質管理は、掘削地点の東西500メートルで浮遊物質が 50ppm 以下の水準で常時監視された。汚濁の少ないグラブ栓の使用によって濁りはほとんどなく、環境への影響は認められなかった。掘削土砂を運搬する土運船、航行する船舶の多い尾山瀬戸で安全を期するため、操縦性の良いプッシャーバージ方式が採用された。およそ87万立方メートルの土砂を各地のドステ場へ運ぶ。この土砂は櫃石島、与島、田野浦で埋め立てに使われ、その跡地は作業基地として有効に利用される。この3カ所で処理しきれない土砂は磐之巣にも運ばれた。グラブ掘削の最終段階になると、深掘りしないよう配慮した。促進に十分注意を払い、基礎底面より50センチメートル上にグラブの爪をとどめるよう調節して、リッパー掛けを行った後、平グラブでズリを処理した。掘削形状の測量は超音波促進機によって行われた。超音波ビームを海底に発射し、パルスの往復に要する時間を捉えて断面を記録する。こうした超音波促進機の促進によって得られた 7A のグラブ掘削形状図。のり面は設計断面を確保、基礎底面 TP-49.5 プラスマイナス 0.5 メートルという規定通りの掘削精度を満足している。グラブ掘削が終わると 2P3P4A は底面清掃作業に移る。一重壁ケーソンの 2P3P4A ではケーソンを台座コンクリートの上に設置するが、海中コンクリートを岩盤に密着させるため、グラブ掘削で取りきれないズリをエアリフトによって取り除いた。グラブ掘削で仕上げた海底岩盤にはプラスマイナス50センチメートル程度の起伏があり、その谷の部分では除去できないズリがおよそ30センチから60センチほど残っている。エアリフト工法は海底に管を下ろし、その中に空気を吹き込み、管の中に上昇する海水の流れを起こし、その流水によって土砂を吸い上げる方法である。作業足場からの作業だけでは効率が悪いため、ダイバーの目視によって吸い取る方法が取られた。この方法は 2P3P4A が水深10メートルと浅いために可能であったが、作業時間は
日中の潮止まりのおよそ2時間から3時間程度しか取れなかった。これはエアリフト後の岩盤である。二重壁ケーソンが設置される 5P6P7A では大口径掘削機による底面仕上げが行われる。整作業基地の岸壁に係留された海上作業足場盤石に大口径掘削機が搭載される。まず下部のガイドパイプ、続いて掘削機が搭載される。ガイドパイプ先端部の両側に50センチメートルピッチで超音波促進機の送受波器が取り付けられる。ほとんどの設備の搭載が完了し、盤石は掘削地点に曳航される。しかし、曳航時の安定を図るため、ガイドパイプの一部とドリルストリングスは現場で搭載することとした。盤石がジャッキアップされた後、ビットボディアッセンブリーが搭載される。直径 2.5 メートルの中心付近にエアリフトの吸い込み口が設けられ、18個のチップインサートタイプのカッターが取り付けられている。ビットボディアッセンブリに継ぎ足されるドリルパイプ、これは掘削したズリを吸い上げるエアリフトのパイプを兼ねている。すべての設備の搭載が完了した後、盤石の位置決めが行われる。陸上の測量地点からトランシットと高波測距儀によって予定地点へ正確に誘導される。水中エレベーターが海中に降下し始める。さっきの位置決め、トロリーとトラベラーを移動させ所定の位置に固定する。大口径掘削機による底面仕上げが始まった。掘削機が毎分4回転のゆっくりした速さで掘削していく。
底面仕上げの範囲は、ケーソン歯口部の幅2メートルと、シールゴムの幅 0.8 メートルに、グラブ掘削による起伏と、ケーソン歯口部の傾斜板の余裕1メートルを加え、さらに設置誤差プラスマイナス1メートルを見込み、合計6メートルの幅で計画した。なお中央部は岩盤を掘削せずにエアリフトだけでずり処理を行ったが、施工結果が芳しくなかったため、途中から全面掘削に切り替えた。モルタル漏洩防止用の60センチ角のシールゴムは20センチメートルのフリックの吸収能力があるので、仕上げ精度はプラスマイナス10センチメートル以内とした。仕上げ範囲を盤石の開口部に合わせて、およそ10メートル ×20 メートルのブロックに分割し、各ブロックごとに掘削機の直径 2.5 メートルの円をラップさせながら掘削していく。次にエアリフトによる底面清掃を行う。掘削時に残留したずりを除去していくが、掘削機のエアリフトの吸い込み口の位置の関係で直径 1.5 メートルの範囲しか清掃できない。次に円と円の間に残留したずりも除去し、底面全体を仕上げる。掘削を集中管理するオペレーター室、スラスト、トルク、屈伸速度などが管理される。掘削釣りを観察して海底岩盤の強度を推定する。この大口径掘削機による平面掘削工法は、昭和46年倉敷市松島沖の試験工事以来の技術の積み重ねによって確立していった。こうして水深50メートルの海底での掘削は、厳しい自然条件の中で24時間体制で行われた。1ブロックの底面仕上げが終了すると、その基礎岩盤は要求される仕上げ精度と強度が確認される。掘削面の形状など仕上げ精度はガイドパイプの先端の超音波促進器で測定される。25センチメートルピッチで測定したデータをコンピューターで処理し、掘削深度図や海底面の透視図を作成、底面の仕上げ精度を迅速かつ正確に把握した。基礎岩盤の仕上げ状況や強度の確認のため各種の調査が行われる。まず調査位置を確認するための座標枠を設置する。
座標枠の大きさはおよそ9メートル ×19 メートル、1メートルピッチで目盛りとなるワイヤーが張られている。岩盤の判定や凹凸、ずり処理の程度などを観察するため、水中ビデオカメラをガイドパイプの先端まで吊り下ろす。ビデオをモニターしながら岩盤の状況を克明にスケッチした。ビデオ撮影と合わせてスチール写真の撮影も行われる。モニターテレビを利用して撮影箇所を確認しながらシャッターを押す。見事に仕上げられた岩盤。掘削機のビットの跡がラップしている状況が明瞭に映し出されている。仕上げ面より深い岩盤の性状を調査するため、エアガンを使用し、ピーハによる断性波速度測定を行った。潜水支援船シートピア。テレビ観察だけでは、岩盤の質感などが十分把握できないので、5P7A では監督員が潜水し、直接目視による確認を行った。水深50メートルの潜水では、窒素酔いを防ぐため、酸素 17%、ヘリウム 83% の混合ガスを使って潜水する。検査のために潜水する監督員たちは混合ガスによる潜水訓練を受けている。南の位置了解。潮流転入して間もなくです。ほとんど潮流現在のところありません。はい、シール。仕上げの検査とスケッチが入念に行われる。時間ございますのでどうぞやってください。了解。その結果、この直接潜水以外の調査方法の信頼性が確認された。こうした多種多様な検査確認の方法により、
データを総合的に判断することで 6P では目視に頼らない地盤確認の方法を採用することができた。厳しい自然条件の中、設計通りの精度で長台吊り橋の重量を支えるに足る十分な支持岩盤が得られた。それはまた水深50メートル下での橋梁基礎の施工技術を日本で確立した記念すべき工事であった。水中発破以来の海中掘削はこれで完了し、続いて桂村設置海中コンクリートと工事は新たな段階を迎えた。